川勝知事が小学生から手紙をもらいました。田辺静岡市長との仲の悪さを心配する女の子からです。子供に心配されて川勝知事どんな心境だったんでしょうか。8歳3年生の方がですね、私の親は選挙で天野さんを選びましたでも田辺さんでした、だけどニコニコで喧嘩せず頑張ってくださいって、3年生の女の子が、もうこんな子に心配かけてるかと思ったらですね、本当にもう辛いですね。手紙は静岡市内に住む女の子からで、知事の公舎に届きました。女の子が心配するのは川勝知事と田辺静岡市長の関係です。二人は先週の金曜日、静岡茶市場の初取引で顔を合わせた時もこんな様子でした。話してみよう。私は話にも耳を傾けてほしいと思います。川勝知事は今日の会見で、静岡市役所清水庁舎や病院の移転に一部の市民から反対が出ている問題を挙げ、田辺市長と市民との関係が大事だと提言しました。県と市との対立ではなくて、市長と市民との関係の修復ということが今、市当局に課せられている課題ではないかと。川勝知事は手紙をくれた女の子にメッセージを送りました。ニコニコ顔でいるように努めますから安心してくださいと、ありがとうということです。心配かけてもう恥ずかしいぐらいですね。だけど本当に嬉しいですよ。小学生の寄せた手紙が2人の関係の修復につながるきっかけとなるのでしょうか。